おにぎり、鮭おにぎりを食べてまして、海苔が切れて、このインジケーターは勝てる人と勝てない人はおります。勝てない人は全然このインジケーター使ったって勝てません。どうでしょうかね。曲げちゃったかな。LDJPY。やっと左のパソコンはインジケーター通り通したら5250円の利益ですね。右は8150円ですね。左と右のパソコンでねはねシグナル通り打ってるんです。それは5分用ですね。こちらは1分ですけど真ん中はね。ああ負けちゃった。次にするね。いいか。 LDJPY 下に売る。練習投資ですからね。左と右のねデモです。ユーロ USD ちょっと、うちそこになっちゃった。59分か。まだ減るのかな。まだ打てるみたいな。ユーロ USD ですね。はい、勝ちました。
いつも言うときはね、1、2本なんですよね。下に、その通り行っちゃうんでね。まあ、2本打ちでやめとくのかな。私はバイナリーオプションスペシャリスト社です。2016年ゼロトレーダーにおいて日本一から世界一になり、2016年は世界第2位でした。1億円投資をした、近く投資した販売業先生です。現在ゼロトレーダーは FX 統一となっています。あんまり青先生が投資するとこのように稼いできます。今ちょっとスランプを起こっておりますけどね。で、このインジケーターは1万円で提供してます。1000人、マイキー入枠と なっております。このインジケーターは単なるアドバイスで、この通り投資だって稼げません。稼げる人と稼げない人がいます。浜井雄先生はこのようにいつでも稼げます。浜井先生はこのインジケーターを使っていつでも稼げます。バイナリーオプションスペシャリストが使っていつでも稼げることであって、普通の人では全然いつも稼げません。このインジケーター使ったって全然いつも稼げません。バイナリーオプションスペシャリスト社が使うと稼げるということですね。で、1000本の予約注文で1万円で提供するインジケーターです。NZDJPY ね、古いですね。はい、どうでしょうか。 NZDJPY はこうですね。これはいいよね。また1本だけですね、うん、しょうがないでしょう。勝つときいつも1本なのかな。このようにファイナルオプションスペシャリストの販売を設定すると稼げます。ちょっと今危機ですけどね。起こってきちゃった。はい、勝ちましたね。勝ちです。このようにバイナリーオプションスペシャリストの販売を先生がこの販売中の1万円のインジケーターを使いますといつでも稼げますと。1分足用のインジケーターです。普通の人はこのインジケーターを使ったって全然稼げません。そのインジケーターの販売です。あなた自身が訓練されてるかですね。それで全然違ってきます。このインジケーターがあると訓練されてる人はいつでも稼げます。このインジケーターがあれば。ユーロ JP がね、ユーロ JP でした。これですかね。さあどうでしょうか。
ね、ユーロ JPY って出てきたんですけども、どうでしょうか。上がりそうな感じもしますね、これね。ここ、あと打ってきますか。これまた負けたかな。あ、これ負けたみたいですね。またやっちゃいました。3本がいっぱい、まただいぶ落ちちゃったんですけどね。頑張んないと稼げないです。バイナリーオプションスペシャリスト社も今1万5000円の利益だけになっちゃったでしょ。2万1000円ぐらいまで上がってましたから。そんなことでね、誰でも稼げるものではありません。このエジケーター使ってもね、大変です。バイナリーオプションスペシャリスト社でも。右は11,850円まで稼ぎました。左は6,100円まで稼いだですね。まあ左と右のパソコンはね、5分でやってるんですね。で、自動売買です。ライブでは禁止ですので、デモで試験しております。真ん中は、1分足でやってるんですね。はい、はい、ご苦労様です。
JPTJPY 下に下に振る。OK、今たい焼きのね配達人たい焼きメーカー買ったんでね、ちょっと打てなかったけど、左と右も勝ってきちゃった。すごいな、ほんと億万長者だな僕は。まだデモ投資ばっかしたからね、稼いでないからね。素晴らしい、たい焼き。これ素晴らしいなぁ。このたい焼きね。素晴らしい。今ね、浜山先生ね、浜山先生。たい焼き用ね、たい焼き用のやつをちょっとね、これ製品がね、これ安いんで入ってきたんですよ、これで、今製品がね、ちょっと入ってきたんで、すごくいいたい焼き、たい焼きメーカーが入ってきたんでね、そんなことです。すごくいいんですよ。安くてすごくいいや良質。何個だって。何個かな？何個？ちょっと。700g。よし。取れるね。あれでしょ、今ホットケーキの粉ないんだけど、たい焼き、メリケン粉と卵で、膨らましてね、作れば、スポンジケーキ、ね、スポンジ作ればいい。
ちょっとね、あのたい焼き作るんでちょっと休憩します。たい焼きね、ちょっと休憩。あ、ユーロ USB ですね。まとまけちゃったね。ちょっとタイヤを作ってみました。こんなふうにね、簡単にはいきません。練習をスペシャルしてもこのように練習をたくさんします。最悪、パンケーキに、パンケーキな、ホットケーキにないかな、ね、粉がないか。ここカットケーキね、こういうの。日価は11,400円の価値ですね。左側は4,100円でマイナス900円ですね。マイナス100円。デモですからね。さあどうか、いいですね。さあどうでしょうか。折り返してきたね。よかった、日本負けたからね、さっきね。試験そこをついてきたね。これもいいでしょう。お、また下がっちゃったの。また負けか。またやられちゃった。USB チップ今度はいいでしょう。今度はいいでしょう。USB チップ
これはね、これはいいですよ。さっきも下がったからね。ここから寄ってくしかないな。ダメだな、失敗。これはダメで、ギャンブルトスでした。ダメだ。うまくこんなめちゃめちゃな打ち方しましてダメですね、これ、これはダメ打ちですよ。ミス。あ、これちょっと。